エターナルファイアーボールで OK。 おいおい、もう一匹、三匹出しとこう。よいしょ、強そう、すげえ、一撃が強すぎる。はい、どうもバンクシュです。今回もですね、エンシュラウデッド前回からの続きですね、やっていきたいと思います。でね、前回動画アップした後に撮影外の方でね、またプレイの方しておりまして、銅鉱石と鈴鉱石を採掘にね行ってたんですよね。でこの精錬所でインゴットにして、それを元に青銅鉄のインゴットに加工していたんだけど、もう終わったみたいだね。一応50青銅鉄のインゴット50できました。でその前から実際にはもう作ってたので、もうちょいできてたのか。でね、できた青銅でこれ斧とツルハシ、これはねもう青銅製に変えてます。しまっとこうかな。あとね、いろいろとなんか、ね、他にもね、食器とかも確か作れたと思うんだけど、うん、51か、まあ、そんなにあるわけじゃないけどね。で前回小麦植えたじゃないですか。あれもね無事収穫終わりまして、暗くなってきちゃったな。今ここでね、できた小麦粒を小麦粉に変えてます。でオーブンで実際パンもね1枚作りまして、平たいパン、まだね食べてないんだけど。ただねこれプラス4筋力なんで、筋力って近接の攻撃力なんですよね。っていうことは、俺ね今魔法使いなんで、基本ねあまりね有効的じゃないというか、やっぱりねキノコのオムレツ、知力が4上がるあれがいいなと思って、卵ないとできないからしょうがない。ちょっと卵やっぱ取んなきゃダメだね。でこいつが前回助けた生存者ですね。まあ、ちょっと不気味な感じはしますけども。で今日はですね、右上養蜂箱の訓練機、ブリットルブッシュにあるエミリー・フレイの酒場を調べるですね。まあ、農家のエミリー・フレイですね。こいつが昔いた酒場を調べて訓練機を探してくると。ジャーナル見ようか。これ養蜂箱の訓練機、農家は蜂蜜を作りたがっているが、それには養蜂箱の訓練機が必要だ。ずっと前ブルットルブッシュにある彼女の酒場宛てに養蜂箱の訓練機を注文したが、彼女がそこを去る前に荷物が届くことはなかった。養蜂箱の訓練機はミツバチの巣を作るのに必要だ。ブリットルブッシュにあるエミリー・フレイの酒場を調べて手がかりを探し、養蜂箱の訓練機を回収しようですね。このねクエストやっていこうかなと思います。これですね。またね移動させられながらねやっていく感じになると思いますけど、やっていきますか。マップで言うとここだね。まだ未知の世界、まだ行ったことない。でこの辺ね、いろいろとハテナマークあるんで、まあ、もしねなんか立て続けにできるようだったらやっちゃいましょう。でね、またこの辺近く行くまでカットしちゃいますんで、そこからねまたやっていきたいと思います。今回もね最後までよろしくお願いいたします。はじめ。じゃあね、こっからね、また再開していきます。いやー、近く行ったらしたんですけど、道中ね、見てください、後ろ。いにしえの戦闘を発見してしまいまして。これ登って、ファストトラベルポイント作っちゃった方が何かと便利ですよね。目的地はここなんだけど、予定変更。養蜂もね、今日取るんだけど、先にね、いにしえの戦闘登ります。どんな仕掛けがあるかわかんないけど、ここを一回踏破しちゃおう。それがいいわ。そうすれば上からね飛んでいけばもっと近くなるだろうし、そうしましょう、そうしましょう。いやー、これはいいね。これそうだよね、この高さの建物は。うん、そっか、もうクエストで出てこないんだな、イニシエの戦闘に登るっていうクエストが。来た、ノマドの高地、イニシエの戦闘来ましたね。登ろう。来ました。いいんだよね、これで OK だよね。いやー、やった、これはでかいわ。ちょっと飛んでいくか、一気に。来た来た来た、これはでかいぞ。じゃあ飛んでいこうか。こっちだよね。うん、よし、向こうだな。あの下になんかあるな。あの辺まで飛べるか。あ、向こうまたちょっと地形変わってますね、バイオームが。
よし行こう。体力回復してね。フェルの瓶も持ってるし、こっちで、OK、飛んできます。よいしょ、どこまで飛べるか。上級のなんたってグライダーだからね。あ、ここ越えそうだな。越えていけそう。あ、いいね。越えてったわ。よしよし、一気に行っちゃおう。あ、一気に行けそう。よし、来た。なんだここ。砂漠地帯？これひょっとして砂手に入る？あ、砂手に入る。砂持ってきたい。砂がね、必要なものがあったのよ。なんだったっけな。ちょっとだけ持っていこう。あ、ありがたい。73。結構集まったな。で、こっちでしょ？こっちか。何これ？収穫。あ、サフラン来ました。あ、サボテン。ひょっとしてサボテンも。サボテンあったよね。確か。食物繊維しかないぞ。ん？あれ？サボテン関係ないのかな？サフランいただいてこう。これ次炎の強化に必要な素材だって。うわー、来た来た来た。サソリか、初めてだ。うわー、強い強いな。強い強い強い。エターナルファイアーボールでも一撃で死なないよ。何取った？アニマルハイド。皮か。毒袋持ってんだこいつも。行こう。もう一回ちょっと試しに。これ、ツルハシじゃないよね。収穫でもないでしょ？収穫できないもんね。あ、やっぱ斧だな。サボテンないよね。サボテン取れないのかな？別に。なんかそういう素材あった気がしたけど。さて、ここはまたややこしいとこかな。こっち行かないと多分行けないと思うんだよね。素直に行くけど。ベッドあればいいな。いやー、いきなり引っかかった。見えなかった。食い物と飲み物飲んどこうかな。食い物食える？食い物も食えるわ。うわー、ちょっと待った。危な。よいしょ。やっぱ死なないか、一撃じゃ。強くなってんな。よし。やっぱり強くなってるわ、敵。このファイアーボール作っといてよかったな。ん、持ってる素材とかあんま変わんないんだ。ここだ。ベッドありそう。コウモリがいる。うわー、めんどくさい。当たった当たった、誰かに。よいしょ。ん？大丈夫？いるわ。なんかいっぱいいるね。うん。よし、光チャネル？光チャネルってきたな。ダメージ20。連続的に放つ魔法弾。へえ。ライトニングと違うんだ。ちょっと一回寝ます。あ、緑色の生地っていうのを手に入れた。何に使うんだろう。緑色の生地。衣類の色としても素晴らしい。生命の色。これさ、ひょっとして硫黄じゃない？硫黄っぽいよ。そうだ、異様だ。こんなとこにあるんだ。
ああいいね、ここに岩あんの分かったら嬉しい。あ、ユッカの果実取りました。ユッカの果実ってどこで取れんだろう。行こうか、ここだわ。ここのどこかにあるけど、多分だけど移動させられると思うから、まずはここ漁っていくって感じだね。ブルットルブルブッシュ来ました。でリスポンポイントもついたと。ここもものの見事に崩壊してますね、町として。これ上どうやって上がんの。こっからだ。なんかお店だったのかな、看板があるね。取れないか。正面の建物見てみるか。わあすごいな。敵いつ出てくるか分かんないぞこれ。下回んのか。いる。よいしょ。ん？なんか変なうめき声聞こえるな。どこだ？うわあ、このマットとか可愛らしいね。これも多分作れるっぽくない？後々。よし、こんなもんか。おお、びっくりした。これ一撃じゃ死なないからね。危な。よし、いる？こっちに。あ、この辺があれだね、近いね。いるな。ちょっとアイスボルトに変えてみるか。あいつか。あいつはやばいぞ。よいしょ。おわ、やばい、こっちか。死ぬ死ぬ死ぬ。やべ、スタミナがない、スタミナがない。上上がれたな、これ。上がろう。スタミナがないよ、やば。おお、来るのか。お前どっから上がってきたの。ちょっと待って。違う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 、ダメ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 、うっそ。さあ行きますか、気を取り直して。やばいなあいつら、めちゃくちゃ強いんだけども。いるな。俺が出したネクロマンサーと戦ってるっぽいな。よし、スタンしてくれればすげえ助かるけど、こいつめちゃめちゃ強いぞ。真面目に。やば。地下もある。広いな。地下でつながってんじゃないこれ、ひょっとして。いろいろと広すぎる。まだ下行けるもん。こっちも行けるな。あ、銀の宝箱、ホークズボン。でもレベル23ってすごいな。あ、違う、取ってない取ってない取ってない。これ俺よくやっちゃうんだよな。危ね危ね、取ってなかった。
といらないものを捨てたいんだけど、いらないものないんだよね。この辺が怪しい。来た。彼方のフレイの酒場。酒場どれだ？これかな？ポイントに到着。どこだろう？おお、びっくりしたー。いたんだ。もう一撃じゃ死なないから、本当に気をつけないと。この下が怪しいな。宝箱あんな。地獄ワンド、レベル23だ。すごいいいじゃん。俺が今持ってるやつは氷核ワンド、レベル23。一緒だ。レベルは一緒。酒場ってどこだろう。この建物っぽいよね。ここ調べようか。ここいた。よし、スタンしてる。今のうちに。よっしゃ。なんかめちゃくちゃ撃たれてんな。あそこか。どこだ。いて。どこだろう。 あそこか。いたいたいた。こいつだ。よし、こいつはそんな強くない。いる。よいしょ。うわー、攻撃力あんな。あぶねー。これかもしんない。ちょっと誰か来ないよな。怖い。敵が来るかどうかわかんないから怖い。蜂蜜はなし。あ、やっぱそうだね。養蜂箱の訓練機は東ラピスから配送されたが、届けられることはなかった。交易ルートを調べれば何かわかるかもしれない。場所はマップに記されている。また離れたな。離れたんだな。まあいいや。行きますか。よいしょ。おお、黒色火薬球だって。すごいな。また新たな。うわー、ここ落ちたら死ぬパターンじゃん。落ちたら死ぬパターンだ。硫黄ってここにあんだ。まあ、今日はいいや。まあ、こういうとこにある。来た来た。あー、こいつそんな強くないな。卵は落とさないか。向こうだな。あー、こっちから行けるね。サソリいるわ。サソリほっとくか。結構この辺の敵さ、一撃じゃ倒せないから結構きついぞこれ。なんとも言えない景色ですね、この辺は。よし、なんかすごい大国館みたいな門があるぞ。で、ここなんだ。ここちょっとやってくか。スカベンジャーやだな。いるでしょ。いるいる。これ上がれない？上に。ここか。よし、この上からやろう。当たんない。よし。あそこに銀の宝箱もあるね。ん？敵のマークついてたけどな。これなんだろう。狼の爪、レベル23。来た。ん？近いかな。そんな、まだ近くはないか。でもこれまっすぐですね、ずっと道なりに。あそこなんだろう。寝る場所あるかな。寝る場所あるんだったら寝た。あ、もしかしてこっちから行くの。こ
これ順路じゃない、ひょっとしたら。よいしょ、敵はいない、敵はいないな。いるわ。ちょっと待って、あのね、シュラウドメテオ、これ使ってみよう。そんな大したことねえな。よいしょ、なんか撃ってきてるね。この上からだとやりやすいけど。あ、もう体力ないやん、危ねえ。よいしょ、なんか毒みたいなの食らってんな。ちょっとネクロマンサー出すか。はい、もう一匹、二匹出しとこう。あ、でも死んだ。よいしょ、よいしょ、おお、危な、危ね危ね危ね、ナイス。あ、卵三つ持ってる。あ、卵持ってる持ってる。よし、なんか新たな肉持ってますね、ちゃんとしっかり。さあ、ドクロがいる間、やべ、ドクロがいる間にやっちゃいたい。よし、ドクロここでハマってんのか。よっしゃ、暗いな、ちょっとすいませんね、暗くて。寝るとこ探してんだけどないんだよね、溶岩。ボス的なやつもいそうだけどね。うん、だいぶ明るくなってきたね。行くか、じゃあやりますよ。エターナルファイアーボールでオッケー。おい、おい、もう一匹、三匹出しとこう。よいしょ、強そう、強え、一撃が強すぎる。よいしょ、よし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 、頑張ってくれネクロマンサー。よいしょ、くるくる、あー強っ、一撃が強いのよ。もう死ぬな。よっしゃネクロマンサーがいたから勝てた的なとこあるけど。来たね。あ、持ってる持ってる。よし、来たー、ゲット、無事に。で、羊使いのステッキ、あー、レベル25だって。取って取って、ちゃんと取れないのか。いやー、どうしようかな、これいらないな、探検で。草もいらない。よし、ゲットで、これも光の粉も。あれ、これも取れない、なんで。あー、どうしようかな。じゃあこれいらねえか、乾燥した毛皮。よし、火の粉4つも取った。いやー、よかったー。はい、戻ってきました。じゃあ早速あれだね、設置しちゃおうか。これこれ、あ、小さいな、小さい小さい。こ
これどうするんだろう。中入れる感じでいいのかな。かなり小さいけどもね。はい。で、ん？どうするの？クラフト増えましたね。あ、ミツバチの巣、これだ。これができるようになったんだ。あ、もうすでにできるぞ。ちょっと作ってみましょうか。なんかいろいろとできるようになってるものあるけども、まあいいや。これをミツバチの巣作ります。よし、でかっ。でかいぞ。あ、そうでもないか。あー、この辺に、どこに置こうかな。この辺に置きたいな。平らにしたいな。ちょっと、ちょっと待った。平らにしよう。よし、だいたい平らになったかな。うん、ちょっと若干甘い気もするけど、これで置いてってみようか。うん、ここに置こうか。こんな感じ、置いた。あー、いいね。で、何を入れるの。水と砂糖か。砂糖ってどうすんだろう。砂糖ってできたっけな。なんかレシピ増えてるから、もしかしたら切られたサンド、すごいな。体質も上がるわ。ミートラップ、あ、体質プラス5、知力も上がる。これいいじゃん。これいいわ。45分も持つし、これ作りたい。これはまさに俺が求めていたやつ。ユッカ果実のグリル、スタミナプラス20か。あ、砂糖、これだ。砂糖きびでできるんだ。あー、これはできるな。忍耐きたねー。スパイスティー、忍耐プラス5。やっぱね、HP 再生が大きいんだよね、このカモミールティーは。回復。フルーツ盛り。あ、これ HP 再生プラス5だ。こっちで今度良くなってくるな。蜂蜜、いちご、紫ベリー、ユッカの果実か。いろいろと使うけども。あとは、これだね。これも作れるようになったんだ。もう一個できる。よし、いいですね。だいぶまた作れるもん増えましたね。かなり今日苦戦しましたけど。じゃあね、今回はこの辺で終了したいと思います。いや、何回かね、死んでるんですよね、今回。動画ね、どこまで乗っけてるかわかんないですけど、何回か死んでるので結構しんどかったんですけど、まあ、無事にね、養蜂箱できてよかったです。なんか食事のメニューもね、結構増えましたし、ちょっとね、遠いんですけど、砂漠なのかな、あそこ。あそこ行ってね、素材集めてきてね、またより良い食事できるといいですね。今回ね、この辺で終了したいと思います。今回最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。